はい失礼いたします木原です春日学園春日小中学校つくば市立のですねここの学校すごいですよ学校のモットーがですねどこよりも早く明日の教育に出会える学園にということになってますちょっと説明割愛されたんですけど施設,施設一体型の9年間の小中一貫教育をやられていますあるいはつくば市全体がそうですけれども ええ、つくばスタイル化といったような、非常にユニークなですね、教科を。独立した教科を持って、カリキュラムを構成しておられます。まあ、そんな学園で起こっていることについて、私が。何をどう感じているかを、少し。ご説明して、解説としたいと思うのですが。まあ、その雰囲気を味わっていただくのは。やっぱ、まず器からだと思うんですね。千六百人の児童生徒が。このような。非常にこうデザインが。 その練られたですね、えー、校舎で学び暮らしています中側はこんな感じです教科学習のコーナーみたいな右上の写真ですけれどもすごいこうワクワクですね学びたいという気持ちが出てくるそういう学習環境を構成されていますコンピューター室の様子ですけれどもこれはく、ま、ば、あ、市が伝統的にやってきた教育の情報化の取り組みで もう始めからですね学び合いやりやすいようなレイアウトになっているわけですねでここにこうした背景のもとにタブレット端末の数を増やし今春日学園は一層ですね教育の情報化に基づいいた新しし学校園作りを標榜しておられますそれをある図式で説明するとこのようになるかと思います。 これ横浜国立大学の野中先生や私や堀田先生があ豊田先生ですねチームを組んでやった研究の成果の一つなんですけれどもイノベーションが起ここっていいるということだと思ううだ思んですね先ほどの学校さんからの説明はどちらかというと下のモディフィケーション過程と我々が呼んでいるような今までの授業がより徹底してできる効率が良くなる。 そういうことだったと思うんですけれども、それと矛盾しない形でいいバランスをとって、加速学園ではこれまでの学校になかったような様相のですね、学びもほうしているし成長しているように思います。例えば8年生、中学校2年生の授業で見せていただいたものですけれども、自分たちのクラスの良いところ、長い字を使う特徴を、 英語の詩にして、そして BGM をつけて作品化するという学びの様相がこれなんですけれども、えー、っと左の写真のこちらの方は音楽の先生でこちらの方が英語の先生ですけれども両者がタイアップしたからこそできるような学びの内容なり活動なり成果物だというふうに思います。 そこにこちらの写真のようにタブレットがいい小道具としてですね位置づいているということになります。今度は小学校3年生の社会科です。筑波市全体が学校間でネットワークを構築して交流学習をこれまでにもやられてきましたけれどもそれが社会科の学習に役立っているという例であります。えこれ春日地区と田地区の 小学校の子どもたちがつくば市の開発だとかですねそういうことについてそそれれぞれ分担しししててて地域をををの成果を交流してタブレット上で共有すするといいう取り組みをしています一般に社会科3年生ぐらいの地域学習だと自分たちの中でそういう学びを進めてきていると思うんですけどこの授業ではつくば市全体を考える上でパートナーの学校の子どもの存在は不可欠でありまして。 だからこそできるつまり今度は学習集団その量と質が違うということを今言っているわけですけれどもその前のこれのカリキュラムの統合の話それぞれ例なんですけど先ほど見ていただいたようなこの図の中のイノベーションがモディフィケーションと並びながらどんどん進展している。 それがさらに今後進んでいくというふうに私は予想して春日学園の特徴の解説の結びに変えたいと思います。以上です